はい、お疲れ様です。ケリハです。今回は月下無双のチャレンジクエスト01から EX 全ステージのギミックの紹介とクリア例を紹介しようと思います。今回もチャプターを作ってありますので、見たいところから見てください。それでは早速やっていきましょう。はい、まずチャレンジ01ですが、軽装備の雑魚が出てきまして、最終的に重装甲のミナがボスとして出てきます。ギミックとしてはあちこちに爆弾が散りばめられておりまして、その本物の爆弾にダメージを与えると円形範囲の爆発を起こし敵を吹き飛ばしてくれます。またかなりの大ダメージですね。で、本物の爆弾かどうかを見極める術なんですけども、最初にモブが本物の爆弾を避けようとします。で、その避けようとしたのが本物の爆弾なので、その範囲内に敵の雑魚を入れて起爆させれば一掃できるんですけど、ぶっちゃけ敵を寄せる手段が多分今回の新しい巴とかだと思うんですけど、爆弾にも反応しちゃってうまく敵を集められないので、基本的には範囲攻撃で敵を倒していく感じでいいと思います。で、範囲攻撃で倒していれば本物の爆弾にも当たってある程度敵の殲滅に貢献ができると思いますので、広範囲の攻撃ができるキャラクターを連れていって、最後のミナ対策で火力が足りない方は重装甲の単体キャラを連れていくといいと思います。はい、一応クリアした編成はこんな感じなんですけども、スペシャルの響きとミユは範囲の広い爆発攻撃ができますので、この2人を採用してできるだけ爆弾を起爆できるように立ち回っていきます。で、ミナだけ重装甲なので、できれば貫通攻撃の強いキャラを連れていくといいと思います。まあ、ミカとかカズサとかですね。それではクリア動画を流しておきます。はい、こちらがクリア動画です。次はい、このように本物の爆弾はモムがその範囲の外に逃げるような感じになってます。最初に本物の爆弾を見極めて爆発させるというギミックだと思うんですけど、範囲外に出ようとしてしまうのでうまく爆発だけで仕留めることが難しいので、まあ、とにかく敵を巻き込んで爆発させるようにしましょう。移動しよう。それなりに大変なことになるかも。移動するわ。さーて、次々。楽しみ。これが権力よ。確かに。確かに。確かに。支援射撃開始。さあ、移動するわよ。覚悟しなさい。ターゲットへ直撃。これが権力よ。支援射撃開始。ありがとう。これが権力よ。依頼解決よ。はい、こんな感じで終了になります。うまくギミックだけで倒せないかなっていろいろやってみたんですけど、ちょっと難しかったです。それでは次のステージに行きましょう。はい、それではチャレンジ02に行きましょう。チャレンジ02はストライカーのマリナとチェリノを倒すことで終了になります。マリナがボスで HP が高いですね。で、それぞれ重装甲、軽装備と分かれておりますので、それぞれ対応した単体攻撃の生徒を入れる必要があります。あと、ともえがスペシャル枠から敵も味方も関わらず一箇所に集めてしまいますので、隊列がぐちゃぐちゃになるのと、チェリノの EX スキルで全体攻撃をしてきますので、とにかくアタッカーが落ちてしまう方はチェリノの全体攻撃をキャンセルする方法で戦うといいと思います。はい、クリアの編成はこんな感じなんですけど、メインなのはチェリノの EX スキルをキャンセルするために椿を入れてる感じです。合わせて椿の EX を打つことでキャンセルすることができます。重装甲のマリナ対策でミカ、軽装備のチェリノ対策でアルを入れてます。このあたりは持っていて使えるキャラクターで構いません。とにかくチェリノの EX スキルに椿を合わせることが大事になります。それでは実践編の方で解説していきます。はい、それでは解説していきます。はい、これくらいのタイミングで巴のスキルが飛んできて味方も敵も集まってしまいます。で、このスキルの直後にチェリノの EX スキルが発動しますので、それをキャンセルするために合わせて椿を打ちます。はい、全体攻撃をキャンセルできましたので、貫通の攻撃をマリナに、爆発の攻撃をチェリノに入れて攻略していきます。
った。もう帰っていい？はい、以上で終了となります。巴の EX スキルで集めた味方の防御力が下げられてしまってるんですけども、まあ、その後にチェリノの EX スキルが飛んでこないことの方が重要なので、クリアが難しい方は椿の EX で潰すようにしましょう。それでは次のチャレンジに行きます。はい、それではチャレンジ03に行きましょう。チャレンジ03はたくさんのモブが現れて見分けはつかないんですけど、その中のボスだけを探して倒すゲームになります。で、これボスの位置が固定化されているので、爆発の単体攻撃が強いキャラクターを連れて行って本物の位置さえ把握すれば簡単です。はい、編成はこんな感じですね。もうヒナドレスだけで本物を撃ち抜きます。それでは実践編の方で解説していこうと思います。はい、それでは解説していきます。はい、でここの本物なんですけど、初手から移動しているこのモブになります。はい、次のボスはこの奥のオートマタになります。最後はこの一番下のモブですね。はい、以上で終了となります。本物を単体で狙えばそこまで難しくはないんじゃないかなと思います。それでは次に行きましょう。はい、最後にチャレンジ EX に行きます。チャレンジ EX は敵の防御タイプが弾力装甲となっておりまして、範囲攻撃が有効なので、こちらは振動の範囲攻撃が有効となります。つまり花子ですね。で、ギミックとしましては、この強撃部員の一定間隔で行ってくる直線上の範囲攻撃、こちらの攻撃が敵にも相打ちで当たるというところが特徴になります。なのでタンクを前に出して、この直線上の範囲攻撃を同士打ちで当たるように移動をしていきます。まあ、タンクももちろん食らってしまうんですが、その攻撃は貫通をしますので、とにかく多くの敵に当たるようにタンクを動かして、プラスアルファ振動の攻撃で敵にダメージを与えていきます。はい、クリア編成はこんな感じ。ミネ団長の EX スキルで移動をして敵の同士打ちを狙って、それ以外の時間は花子にアコとヒマリをかけて EX スキルを打っていきます。で、ココナちゃんは2コストでコストが回せたり、ノーマルスキルでの回復などもありますので入れてます。で、移動できるタンクのミネがいないという方は星の臨戦のタンクバージョンを使って移動してもいいかもしれません。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。まずコストが溜まり次第ミネのスキルで移動するんですが、このボスキャラのちょっと上のあたり、このあたりに移動をします。で、最初は3人しかいなくて、同士打ちがそんなにダメージ美味しくないので、一番最初は同士打ちを狙わず、次のフェーズの同士打ちを狙う位置になります。誇りと信念を胸に刻み、全力で参ります。7コスト溜まったらアコとヒマリを花子にかけて、花子のノーマルスキルが発動した後に花子を2連射します。そしたらコストがあふれるギリギリまで待って、アコとヒマリを花子にかけて、また花子のノーマルスキルの後に2連射をします。はい、かなり一直線に綺麗に並んでますね。ダメージを見ててください。かなり大ダメージが入ります。で、敵の攻撃が終わった後すぐにココナでミネを回復しましょう。
移動中にコストが溢れそうになりますので、アコとヒマリを花子にかけておきます。そしたら敵のど真ん中にミネで飛んで、その後花子の EX を2連射します。誇りと信念を胸に刻み。涼しいですね、涼しいですね。全力で参ります。はい、8コストぐらいまで待ったら、またアコとヒマリを花子にかけて、花子のノーマルスキルが発動後、花子を2連射します。はい、敵の隊列がこうなったら、このボスのちょっと後ろぐらいにミネを移動させて、コストを7ぐらいまで待ったら、アコとヒマリを花子にかけて、また花子を連射して終わりになります。最後のその瞬間まで。ありがとうございます。楽になりました。全力で参ります。はい、この通り。逃げないでください。あと1回花子を撃ったら終わりになるんですけど、敵の同士打ちでフィニッシュしたかったので、このまま放置してます。はい、以上で終了となります。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。